転ばぬ先の杖というように、事前に準備しておけば混乱を招くことはありません。野営堂は閉学の仕組みについて深く解説した本を多く出版しているので、とても気に入っています。転ばぬ先の杖というように、事前に準備しておけば混乱を招くことはありません。星と深淵を目指せ、ようこそ冒険者協会へ。私がお前を勝利に導こう。
行こい。ヘイチョック、律令。チョック、まだ霊知が芽生えておらぬ小狐は餌を求めて雪の中に飛び込むことがなまある。ん？わらわがそうしているところを見。はい。じゃと？十五。油断ならぬ戦況だ。稲光。すなわち永遠なり。翼よ、チョック律令、チョック、はっ、せっ律令や、見切りました。雷戦チョック、十五。このままではいかんの。やっやチョック、せせはっ、呪文チョック、逃げ道はありません。律令はっ、
星とし無事今日の依頼を。計画は立てたの？呪言、律令、裁きの雷、わめきなさい。やっ、粉々よ。やるね。それ、わめきなさい。それ、やっ、早く。よっ、呪言、律令。呪言、チョック、見切りました。結霜せよ。はっ、それ、なかなか。はっ、呪言、律令、呪言。はっ、や、律、わめきなさい。はい、よっ、はっ、ソーランの憩い、ふっ、粉々よ。
よ。呪言直、逃げ道はあります。ご安心を、海のちぎりよ。はっ、さあやっ、こっ、それ、わめきなさい。呪言律令、はっ、無我の境地、出世さっ、はっ、はっ、やっ、ふっ、ひゅっ、しっ、はっ、せっ。呪言直、これだけとは。視界が開けたわね。
わめきなさい。呪言ソーランド憩い結霜せよ。へい、
裁きのイカ粉々よ。わめきなさい。はっ、深海のカゴ、補助力を。主婦の夢にすぎません。はっ、ひっ、しっ。主婦の夢にすぎません。律令呪言直後ご安心を。律令直呪言有限なる雷霆直呪言直で何か面白いものはあったか。
ここからは入れないみたいだ。これじゃ探索を続けられないな。もうどうにかして洞窟の入り口を開ける方法はないかな。ついてく。呼吸が完了したら出発しよう。
遊撃騎士、行動に移る。呪言チョック呪言、まさかこれを。粉々よ、よっ、決闘せよ。はっ、はい、音が低い、聞こえたわ。チョック呪言チョック、どこにいるのか聞かせてもらおう。せい、粉々よ、よっ、よっ、ズン、洗いの決闘せよ。聞かせてもらおう。この区分の風、新たな発見ね。律令チョック、はっ、はっ、それ、視界が開けたわね。大体役に立ちそうね。
粉々よ。呪言。その程度か。や。ショック呪言せい律令ショックはっやっ大半の者の一生は紙に書いても数行にしかならず、そのほとんどが退屈な物語なんじゃ。ないチョック律令見切りました。わめきなさい。それはい、それは
界が開けたわね。結霜せよ。直呪言。ここで止まれば永遠は。行きましょう。面倒じゃない。律令で、はっ、はっ、それ、どこにいるのか聞かせて。
せチョック、呪言、チョック、その程度か？雷光へと美しきかな。ご安心を、海のちぎりよ。はっ、おっ、せっ、やっ、わめきなさい。はっ、結霜せよ。やっ、へい。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。香港の匂いがまた変わった。邪魔しないでほしい。
騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。はありません。ショック、見切りました。わめきなさい。はい、よっ、それ。大体役に立ちそうね。結相せよ。相手を間違えたら。
の余域。が看病して、ミョンミョンミョン。Thank you.
イルチャールのお兄さんが病気になった。イルチャールのお兄さんが看病して。Thank you.
れどれ、何が入ってるかな。律令呪言、律令ご助力を、あれ狂いなさい。やっほっはっへいほっへいやっ。どれどれ、何が入ってるかな。
十分ソーランド行こい。
逃げ道はありません。直律令はっやジュゴン、チョク、ジュゴン、セイ、ヤッハ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 ッご安心を。ふっ、はっ、やっ、チョク、律令。これだけとは。チョック、律令。はっ、はっ、チョック、や、せい、はっ、振動の権限、せい、さっ、ふう、よっ、はっ、アリス、はい、私に神聖を、終焉の、よっ、ふう、審判、それ、私の番。手ごわいですね、海のちぎりよ。属性を断ち切れ、失策です。呪言、チョク、律令、見切りました。やっ、ソーランの憩い、審判、よっ、ふう、ジョク、呪言、律令、狂乱の波は満ちた。はっ、稲光、すなわち永遠なり。属性を断ち切れ、必ず燃え盛る。
を見てると何か思い出しそうな、ほら、なんだっけ、雰囲気が漂ってるし、逆さなのもあの時と同じくらい衝撃的というか、こうなってくるとやっぱり双眼巨炎の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。これはますます調査しないと。まさかここで貴様たちに会うとはな。予想外だ。久しぶりだな、ダイン。いや、待った。どうしてお前が双眼巨炎にいるんだよ。双眼巨炎。なるほど。ここは双眼巨炎の地下か。足を踏み入れたことは一度もなかったが、このようになっていたとは。ああ。前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな。貴様が流行る気持ちも理解できる。それにこのような偶然が目の前で起きたんだ。
貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう。貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日俺はアビスの使徒の痕跡を再び見つけ、それを追っていた。ただ忌々しいことに、奴は俺に追い詰められると以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし見ての通り、ああ、これまでの経験から推測するに、アビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなく網目状になっている。転移の扉がどこにつながり、網目をどうたどるのかは奴らの思うがままなのだろう。この世界にあるワープポイントとなんだか似てるな。前回貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと周りには誰もおらず、俺は一人あの風魔竜の巣にいた。そうだったのか。ところで、あの最古の幸運鬼の目はどうなったんだ？ああ、それならすでに手を打ってある。運命の食器の計画、その真相を突き止めるまでアビスの手に落ちること。その肩書きをまだ覚えていたか。別に隠す気などない。それはかつてカーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。しかし今となってはただの皮肉であり呪いに過ぎない。俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だ。この肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにある。どうやらお前のお兄さんが言ったこと、俺たちはかつて旅の仲間だった。あれは運命を求める苦難に満ちた旅。ただ俺たちは共に、際限なく質問を続ける前に先ほどの俺の言葉を思い出してみろ。仮に転移の網の推測が正しかった場合、アビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。アビス教団がここでこっそり何かしてるってことか。オイラと旅人の予想通りだったな。つまり今この瞬間もアビスの目に映っている可能性がある。やめろって。そう言われると怖くなってくるだろう。賢明な判断だ。そこの岩壁の近くに火があるようだ。そこから調べるとしよう。わらわにとって普遍も一種の美。